ら最後に人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあそろそろ始めようじゃないか。サメ？餌はってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところをこの目で拝ませてもらおう。この状況でまだやる気なの？引かれてるよあいつ。とにかくサメの動きに警戒を。襲われれば無事では済みませんよ。覚悟。これはどう？来てるぞサメ。気付けろトミー。ヘッドに近づくとやべえ。調子が出てきたな。ビビってんのか？何？来ない。ずーっ！調子がいいぜ。Wasting my time。かかってきな。いつでもどうぞ。行くぜ。派手に行こうや。ぶちかます。何？来ない。腰抜き野郎が。このワン。これはどう？セリア！
貴様らが餌のなこった全力で行くよ覚悟これはどうぶちかまっやめたんじゃねえか。また強くなっちまった。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。さらにお役鍛錬のせ。勝負ありだ。どうする？ブライスに泣いて謝るか。お前はブライスを甘く見ている。使命を果たせなかった私を奴が許すと思うか。いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ、あんたあの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前はブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。何が違うってんだい。バレカナの教祖なんてのは奴の一面に過ぎん。奴は
誰よりも恐ろしい怪物だ。ああそれは自分の目で確かめるといい。百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするかな。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病？サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だが、連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだろう。自分でさあここにありますって言ってるようなもんだ。まあイミテーションキングの最後としては上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回して、そこで幅利かせてたドワイドが海の主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから取り戻すためにあの海の主に生かされたのかもしれねえな。トミ、あの写真どうするの？消すよ。死体切りの趣味はね。バカ野郎が。